博士に起こせと言われました。いえ、装置の調節にもう少し時間をかけたいので明日にするそうです。私は下に行きます。いえ、下の部屋であやとりの研究。はい、思い出作りです。なんだ、起きていたのか。バカ者、先ほど総員起こしがかかったのだ。わからん。その後は準即応態勢で実質待機としか聞いておらん。そなたは今光月博士の特別任務についているからどうすべきか迷ったのだが、念のため声をかけてみたのだ。そういえば、昨日の件、あやみねには謝っておいた。逆に詫びられてしまったが。なんだ、特別任務はもういいのか。なんだ、ずいぶん大きく出たな。ほう、言ったな。旧市街地での市街戦演習だ。三剣、白金はいたの？いたも何も、タケルが今日の紫外線演習に参加したいと。私が許可できるわけないでしょ。教官に申請してよ。まったく、総員起こしがかかってるっていうのに、のんきなものね。やけに自信たっぷりね。自分で開発した OS の凄さを思い知…タケル、急ぐぞ。All combat units get fully on and standby. Repeat. Sector 2 is the grid. All combat units get fully on and standby.
色がね。タケル、どうした？何をやっている？わかった、教官に伝えておくわ。ラダビノッド司令、それはどういうことですかな？これは日本帝国の国内問題です。我々国連が帝国政府の要請もなしに干渉することでは。もはや一刻の猶予もすでに許されないはずです。この機を逃しては後悔することになりますぞ。まるでアメリカみたいなやり方ですのね。国連はそんなにアジア圏でのアメリカの発言力を回復させたいのかしら？博士、国連軍はあくまで国連の軍隊です。いかに独立権限を認められていようと、オルタネイティブ計画を遂行するあなた方もまた国連の組織であり、共に国際社会の下僕なのですぞ。司令もおっしゃっているように、日本政府の出動要請が出ていないようですわね。国連はいつから加盟国の主権をないがしろにできる権限を持つようになったのかしら？国連は対ベータ極東防衛の要である日本が不安定な状態に陥ることを望んでいません。それはすなわちオルタネイティブ計画の中枢である横浜基地の安全が脅かされることに直結しますからな。しかし事務次官、この度の騒乱は帝国軍のみで対処可能な規模であると判断します。今国連軍が介入する必要性は。予防的措置です。人類全体の命運を賭した計画を危険にさらすわけにはいきません。クーデター後の新政権がこの横浜基地を人類の切り札の接収を要求してきたらどうなさるおつもりです？その時は国連の名において当基地の全力を持って応戦するまでです。そうなれば当然アメリカ軍への支援も要請するでしょう。ですが今はその時ではない。アメリカ軍を受け入れるわけにはいきません。大体このタイミングでアメリカ太平洋艦隊が相模湾沖に展開しているというのはどういうことです？まるで何が起きるか知っていたみたいですわね。艦隊については緊急の演習と聞いておりますが、まさに行幸といったところでしょうか。それに5日ほど前 CIA より基地司令部宛てに帝国軍内部に不穏な動きありとの勧告が回ってきているはずですが。用意周到ですこと。事務次官、あなたも日本人ならアメリカのそのような強硬姿勢がこの国でどのような反発を生んでいるのかはご存知のはずでしょう。言っても無駄ですわ、司令。属国のそしりを受けてまで忠実なパートナーであろうとした日本をさっさと切り捨てて逃げ出した国ですからね。日米安保条約を一方的に破棄し、他のアジア諸国からも一斉に撤退したアメリカは、極東における条約上の義務と権利の一切を大東亜連合に移譲したと記憶しておりますが。私はアメリカ政府の人間ではありません。それに日本とアメリカの昔の関係についてここで論議しても無意味です。問題なのは今とこれからなのです。国連軍の実態がアメリカ軍だと認めないのは国連とアメリカ政府だけですよ、事務次官。国連軍とアメリカ軍を混同する発言は慎んでもらいたいですな、お二人とも。それよりあなた方は全人類の命運を左右する国連の活動を認めないとおっしゃるのですか？いいえ、筋としてまず日本政府の了解が必要だと申し上げているだけです。それに私たちは日本政府の関係者ではありません。
そんな質問に答えられるわけありませんわ、事務次官。どうしても増援部隊を受け入れることはできないと。受け入れないとは申し上げておりません。正式な手続きが踏まれてない上に時期尚早だと申し上げているのです、事務次官。そうですわ、事務次官。私は先ほど日本の世論をお伝えしたまで、個人的な反米感情は微塵も持ち合わせておりません。嘉手納や岩国の国連基地であればともかく、この横浜はオルタネイティブ計画直轄基地です。安保理の正式な決議を待ちましょう。平行線ですな。では事務次官、展開中の第7艦隊にお引き取り願っていただけないかしら。大変目障りですので。私にそのような権限などありません。それはご承知のはずだと思っていました。あら、失礼。今は人類の未来を優先すべき時です。たとえそれが特定の集団の利益につながるとしても。いや、それは理解しています。だからこそ筋を通していただきたい。国連軍が正義であることを世界に示すために。安保理の決議待ちではどうしても対応が後手になります。お二人はそれを理解してらっしゃると思いますが、次期オルタネイティブ予備計画が動き始めて早3年、次期計画推進派の圧力も日々高まっています。対ベータ戦略の見直しを提唱するアメリカはもはやしびれを切らし、オルタネイティブ計画自体に見切りをつけ、独自行動に踏み出す機会を伺っています。私も国連職員である前に、一人の日本人として日本主導のオルタネイティブ4を完遂させたいのですよ。事務次官、ここでそのような発言は。いいじゃないですか、司令。事務次官に倣って私も日本人として言わせていただきますわ。は、博士。結局アメリカは極東の防衛線が崩壊してアメリカ本土が戦場になるのを避けたいだけでしょ。戦略の転換って言っても、 G 弾をアメリカ本土以外でバンバン使ってベータを全滅させて戦後の地球に君臨したいだけなのよ。自国は無傷のままね。国連がアメリカの意向を受け入れない組織になれば、彼らは単独でもそれをやるでしょう。ご安心ください、事務次官。オルタネイティブ5の発動もアメリカの独断専行も許しませんから。大した自信ですな。未だ具体的な成果が出ていないというのに、何があなたにそう言わせるのか。虚勢と取るかそうでないかはお任せしますわ。その判断は私のするところではなさそうだ。仕方ない。一旦退散するとしますか。安全保障理事会の正式な決定さえあれば、我が横浜基地はいつでもアメリカ軍を受け入れます。では後ほどすぐに戻ってきます。厄介なことになったな。まったくです。アメリカはなし崩しに横浜基地を占拠して計画そのものを接収してしまうことを考えているかもしれませんね。安保理もそこまでは許すまい。だがアメリカの機嫌も損ねたくないといったところだろう。ではすぐにでも正式な決議がなされると。おそらくな。この状況を盾にすれば安保理も認めざるを得まい。所詮日本政府の意向が全人類の利益と同じ計りの上に乗ることはありえない。アメリカの狙いは最初からそれだったということですね。事務次官もアメリカの真の目的は十分分かっていて、あえて非合法な形でのアメリカ軍受け入れを望んだのだろうがな。
確かに事務次官の言葉に嘘はないと思いますわ。あの方なりに人類全体のことを思い、信念に基づいてその責務を果たしていらっしゃるのでしょう。そうであってもらわなければ困る。だが所詮政治家だよ。現場というものが見えてない。あら、手厳しい。光月博士からその言葉をいただくとはね。私は発令室に戻る。博士、あとはよろしく。はい。こんなところで何をしている、白金たける。あんたたち、こんなところで何やってるの？こないだのイースター島お土産は絶品だったろう。まあ、チリ本土で買ったんだがね。あ、そんな話はどうでもいい。君に用事があって尋ねるほど私も変人ではないのでね。さて博士、話は変わりますが少々よろしいでしょうか？別に話は変わってないわよ。場所を考えて発言していただきたいものですな。機密情報をああも大っぴらに。スパイに聞かれたらどうするおつもりですか？中央作戦司令室にスパイなんていないわ。あなた以外にね。私はスパイではありませんから大丈夫。あ、そう。だったら問題ないでしょ。なるほど、それは確かに。ね、どこから聞いてたのかしら。それを言うわけにはいきませんね。まあ、あえて言うなら全てかと。騒がしいぞ、白金たける。失敬な男だな、君は。まあ、若いうちは仕方がない。だがね、人の話はちゃんと聞いた方がいい。将来ろくな人間にならないぞ。それより白金がなんでここにいるわけ？ここまでのセキュリティ。あ、そっか。ここって私の部屋より機密レベル低かったんだっけ？私が入れるくらいですからな。警報が聞こえなかったわけ？あんたが行くべき場所は別のところよ。安心しなさい。日本国内でちょっとした面倒が起きてるだけよ。さすがですな。帝国軍が必死に情報封鎖を行っている最中だというのに、どこまでご存知なんです？大元の線を抜いたのはあなたでしょ。だいたいこの前来た時だってベラベラ喋ってたじゃない。褒めても何も出ませんよ。褒めてないんだけど。決起の目的、決起した部隊とその裏にいる人物、さてどこまでご存知ですかな。楽しそうね。八方美人も度が過ぎると消されるね。切ないですな。私はこの星と博士のように美しい女性を守りたいだけだというのに。それだけは信じてあげる。それ以外は信用しないけど。いえいえ、そのお言葉だけで十分光栄です。で、どうせ聞かれなくても喋っていくんでしょ。現在帝都守備隊を中核としたクーデター部隊は、首相官邸、帝国議事堂、各省庁などの政府主要機関を完全に制圧。各政党本部と主要な新聞社や放送局も占拠し、帝都機能のほとんどを掌握していると言えますな。主要な浄水施設と発電所もいくつか確保しているようで、いやはや大した手際だ。そのようね。で、将軍は無事なの？帝都城は近衛軍の精鋭が固めていますが、帝都守備部隊すべてを向こうに回しては、戦闘が始まったら
それこそ時間の問題でしょう。まるで思い通りにことが進んで、はしゃいでいる子供のようね。本当に楽しそう。買いかぶりすぎですよ。脚本を用意したのはおそらく国連上層部のオルタネイティブ5推進課とアメリカ情報機関でしょう。私はせいぜい演出助手といったところでしょうか。それにしては大した演出力ね。情報省の人間だって無能ばかりじゃないでしょうね。もうマークされてるんじゃないの？はっはっは、光月博士、私にはそんな度胸はありませんよ。国連の上層部も危険と分かっていてあなたを利用しているはず。自分たちが利用されるのを承知でね。いやいや、光月博士にそこまでの大物だと勘違いしていただけるとは、なんともくすぐったいものですな。国連と帝国を向こうに回してずいぶんと、まあ世界を動かすのはさぞいい気分でしょうけど、本当に消されないようにしてよ。世界を動かす男なら一度は憧れますな。ぜひやってみたいものです。ほどほどにしておいてちょうだい。利用価値の高い駒に急にいなくなられるのは困るわ。おお、博士に必要とされるとは何たる名誉。羨ましいだろう、白金たける。では今度はこちらが質問する番です。あなたが勝手に話したんじゃない？先ほど玉瀬事務次官に随分と勇ましいことを言っておられましたね。ここに来て順調というわけですか、オルタネイティブ計画は。白金たけるのおかげといったところですか。ほどほどにしなさいって、さっき忠告しなかったかしら。便利な駒が他人の都合でなくなるのは困るけど、自分の都合でなくなるのは割と納得できるものよ。おお、怖い。釣れないですな。私は博士のために粉骨砕身しているというのに。よく言うわ。自分の目的のためでしょ。ええ、もちろん。商売柄、目的遂行のためには手段を選びません。それはあなたも同じでしょう、光月博士。たとえそれが将軍家ゆかりのものだろうが、首相の娘であろうが、実の娘であったとしても犠牲はいといませんよ。そして都合の悪いものは始末するだけですよ。なんだね、白金たける。いけないな。聞けば必ず答えが返ってくるとでも思っているのかね。安心したまえ。その犠牲を無駄にするようなことはしないさ。その犠牲を最大限に生かす方法とタイミングは十分心得ているつもりだよ。私も光月博士も。そうですね、博士。将軍家の血縁者に国連事務次官玉瀬玄城祭の娘、そして内閣総理大臣榊惟親の娘、さらには元陸軍中将綾峰秀閣の娘、最後に私、情報省外務二課課長鎧左近の娘。君はこれだけの豪華メンバーが偶然ここに集まったとでも思っているのかい？おしゃべりが過ぎたような。
私はそろそろおいとませるとしようか。白金たける、これをやろう。ムー大陸のお土産だ。君を守ってくれる。持っているといい。捨てると呪われるよ。気をつけろ。さらばら。さあ、急ぐわよ。オルタネイティブ5とは関係ないから安心しなさい。受け取った情報の取捨選択は自分でなさい。あの男にも言われていたわね。聞けば答えてもらえると思うのは甘い。ま、あんたのことだからこれでまたいろいろ考えちゃって精神が不安定になっちゃうんでしょうけど、人類を救うなんて偉そうなことを言う男がこんなことくらいでいちいち動揺しないでほしいわね。私はね、ただ利害関係が一致するからあんたと組んでいるだけなの。ひ弱なガキのお守りをするためじゃないわ。足を引っ張るつもりならさっさと降りてちょうだい。人類を救うっていうあんたの決意、自分で思っているほど固くないんじゃないの？そう。だったら今は自分のなすべきことに集中しなさい。頼むわよ。あたしホバさんじゃないんだから。さ、行くわよ。さっきの話聞いてたでしょ。さすがのあんたもこの記憶はないのね。あ、責めてるわけじゃないから勘違いしないで。素晴らしいわ。確実に未来を変えているという証拠よ。それにこの事態は私たちにとっては好都合だ。頼んだわよ。みんなおはよう。敬礼。敬礼はやめてって言ってるでしょ。はい、これつかめている限りの現在の状況よ。簡単なブリーフィングは済んでいますが。いいから見なさいよ。博士、このような詳細なブリーフィング、訓練部隊になぜ？何よ、あんたたちはもうただの訓練部隊じゃないのよ。副司令である私の直轄部隊なんだから、そのぐらい知っていてもらわなきゃね。わかりました。あ、そうそう、この騒ぎが終わるまで白金は原隊復帰だからよろしくね。はい。高知副司令、太平洋方面第11軍司令部。何よ。たった今、在日国連軍の今時状況への対応が決定した。国連安全保障理事会は相模湾に展開中のアメリカ第7艦隊を国連緊急展開部隊に編入することを決定した。約2時間後の0700正式発表される。それに伴い同時刻より東横浜基地はアメリカ軍の受け入れを開始する。まさかこんなに早いとはね。まったく。ピアテフ注意、ラダビノット司令につないで。お待ちください。神宮寺教官、何でしょう。状況説明を続けて。私は司令とアメリカ軍の受け入れ準備について話し合わなきゃいけないから。了解しました。つながりました。副司令、どうぞ。ありがとう。基地内で好き勝手にされたら、たまったもんじゃ。では引き続き状況の確認を行う。すでに説明したように、現在帝都はクーデター部隊によってほぼ完全に制圧されている。最新の情報によると、最後まで抵抗を続けていた国防省が先ほど陥落した。
未確認ではあるが、帝都城の周辺で近衛軍とクーデター部隊との戦闘が始まったという情報もある。仙台臨時政府の発表によると、将軍と帝都奪回のための討伐部隊を集結中とのことだ。またクーデター首謀者は帝都防衛第一師団第一戦術機構連隊所属の佐切直也大尉と判明した。また臨時政府はクーデター部隊により榊首相をはじめとする内閣閣僚数名が暗殺されたことを確認した。佐切大尉自ら首相以下の閣僚を国賊とみなし殺害したそうだ。榊、お父上のご逝去慎んでお悔やみ申し上げる。いえ、今は任務中ですから。はい、地上施設以外はお願いします。地下設備に一個中隊の配備を。そうです、侵入するようであれば武力排除。副司令、始まるようです。はい、では後ほど。いかがなさいますか。回線開いて。マリモ、始まるわよ。クーデター部隊の声明が放送されるようだ。黙って、声明が始まるわ。親愛なる国民の皆様、私は帝国本土防衛軍帝都守備連隊所属佐切直也大尉であります。皆様もよくご存知の通り、我が帝国は今や人類の存亡をかけた侵略者との戦いの最前線となっております。殿下と国民の皆様を、ひいては人類社会を守護すべく、前線にて我が共柄は日夜生命を賭して戦っています。それが政府と我々軍人に課せられた崇高な責務であり、全うすべき唯一無二の使命であるとも言えましょう。しかしながら、政府及び帝国軍はその責務を十分に果たしてきたと言えるでしょうか。先日の天元山災害救助作戦を報じたニュースを国民の皆様は覚えておいででしょうか。報道では、危険を顧みず救助活動に挺身する軍人、国民の生命財産の保護の最優先などという美辞麗句が並べられていました。もちろん作戦が人命救助の見地から立案実施されたことは疑いようのない事実でしょう。しかし、かの作戦の実態は機関住民の意思と彼らの権利を全く考慮せずに強制排除を事務的効率的に行ったに過ぎないのです。救助部隊が行った作戦は住民の身柄を就寝中に麻酔銃で襲撃するという拉致にも等しい方法で確保し、彼らを難民収容所に移送しただけというのが実情です。過労して風雨をしのげる程度の仮設住宅に押し込められ、食料の配給も足りず、医薬品も十分にない、何の咎もない国民があたかも罪人がごとく扱われる、これが難民収容所の実態なのです。国民の皆様、これは氷山の一角に過ぎない事例であります。殿下のご存命において遂行された軍の作戦の多くが政府や軍にとっての効率や安全のみが優先され、本来守るべき国民をないがしろにしています。しかも国政を欲しいままにする関心どもはその事実を殿下にはお伝えしていないのです。このままでは殿下の御心と国民は分断され、遠からず日本は滅びてしまうと断言せざるを得ない。超党派勉強会である戦略研究会に集った我々友国の列士は、本日
この国の道行きを正すために決起いたしました。帝国軍の一部に不穏な動きがあるようでして、実は最近戦略研究会なる勉強会が結成されましてね。それで済まないことは分かってらっしゃるでしょう、光月博士。もし彼らがことを起こせば、日本に政治的軍事的空白が発生してしまうのですよ。我々は殿下や国民の皆様にあだなすものではありません。我々が打つべきは日本を蝕む国賊、某国の党滅のみであります。現在戒厳令を発令中につき、国民の皆様、特に生徒の皆様にはご不便とご迷惑をおかけしておりますが、今しばらくご辛抱ください。ラジオ、テレビの電源は必ずつけておいてください。また休館の方は、諸外国政府、在日国連軍およびアメリカ軍第7艦隊に次ぐ、我々は事態を完全に掌握しており、混乱は収束に向かいつつある。これは帝国の内政問題であり。もういいわ、切ってちょうだい。誰のことを言うのかと思えばがっかりね。なんでもない。貴様らも国連軍の兵士である前に日本人だ。この事態に動揺するのは当然だと思う。だが我々の使命は人類の存亡をかけた戦いに国家の垣根を越えて奉仕することだ。それを忘れるな。全員入隊宣誓斉唱。どうした、入隊宣誓斉唱。はい、私は国際平和と秩序を守る使命を自覚し、厳正な規律を保持し、常に徳装を養い、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、責任感を持って先進任務の遂行にあたり、ことに臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に努め、もって人類の負託に応えることを誓う。よし、その言葉の意味をかみしめろ。いいな。はい。現在当横浜基地では第一戦術機構大隊、第五航空支援大隊を即応部隊として待機させ、残りは基地の防衛に当たる予定だ。加えて先ほど決定されたアメリカ軍の受け入れ、おそらく訓練部隊の出る幕などないだろう。とはいえ出撃の可能性はゼロではない。今頃貴様らの機体も実戦装備に換装されているはずだ。その時こそ貴様らが無駄飯食いではないことを証明してみせろ。了解。即応態勢で待機せよ。以上、敬礼。何？ありがとう。でも気にしないでちょうだい。気を使わせて悪いわね。でも放っといてくれるのが一番ありがたいわ。気にしないでって言ってるでしょ。何か言いたいことがあるなら言いなさいよ。どういうこと？わからないわね。
何？私に任務が果たせないってこと？バカにしないで。神宮寺教官が私を外さなかったのよ。なのに白金は私じゃダメだって言うの？だったらどうすればいいの？泣き叫んでみんなを困らせればいい？すがりついて泣きわめけば白金は満足なの？じゃあ何よ。この国の総理大臣が死んだのがそんなに悲しい？それが何？大きなお世話よ。だからこそいつも通りにしていたのよ。だから邪魔しないで。足手まといだって言いたいの？そんなにいつもと違う？そうね。ショックなんて受けないと思ってたのに。もともと距離置いてたし、ほとんど会ってもいなかったから。覚えてない。私が志願する前が最後かもしれない。白金。例の主義？そうね。三剣だって今の状況はかなり不安なはずだわ。理由はわかるでしょ？だから彼女には余計な負担をかけたくないの。やっぱり私がやるわ。いいのよ。私にはもう、心配しなければならない人はいない。だから大丈夫。ちゃんとやってみせる。その方が気が紛れるしね。まあ、私たちの出番はないと思うけど。副司令である私の直轄部隊なんだから、そのぐらい知っていてもらわなきゃね。